はい、皆さん、こちらちは。ネット物販講師の黒沢です。思いっきり実家におります。該当動画下に貼っておきますが、今回は、にゃんこ先生なのさん、YouTube のチャンネル名だと、みちゃいやさんの動画の中で、私も見知ったことなんですが、鴨頭が人よしひとさんという、炎の講演家だとか、YouTube 講演家を自称しているチャンネル登録者数、現在は約109万人いると思われる方、チャンネル登録者数非公開にしてしまったんですが、その鴨頭が人よしひとさんの 会社のナンバー2のヒロキングさんという方が自分たちについて鴨頭さんについて否定的な批判的な意見を出しているような動画を片っ端から不正通報してい でチャンネルがバンされてしまったり動画が削除されてしまったしかしながらその後異議申し立てを行ったらそういったチャンネルが復活したり動画がまた見られるようになったっていう一連の流れそしてそれら不正通報に対して裁判を起こしますよということについて私なりの見解述べさせていただくとともに実は Amazon 物販でも不正通報を行ってライバル商品ページを削除するっていうあらわざ完全な握手ですけれど けれどもを行っている方っていうのがいらっしゃいますのでそれについての情報提供をさせていただくと同時にもし心当たりのない不正通報で商品ページが削除されてしまった出品停止になってしまった方がいらっしゃったらぜひご相談いただきたいとここに関しては別にお金取るつもりもないし自分のコンサルティングに誘導するつもりもないのでもし身に覚えのないかつ自分で調べてみても該当する知的財産権の侵害は 全く行っていない。しかしながら、Amazon から通報が来てしまった。正確に言うと、誰かが Amazon に通報して、Amazon が自動的に言われたことを鵜呑みにして、皆さんの商品ページを削除してしまった。該当商品の出品を停止させてしまった。そういった場合には、今回の動画を見て、まずはご判断いただきたいなという話をさせていただきたいと思います。まず鴨頭人人さんに対する批判的な動画をを上げた人を片っ端から不正通報 をしている件について自分の見解述べさせていただきますと単純にもしその通報が正当なものなのであれば波風立てないようにお便に事を進めていこうとするのが我々の考え方だと思うんですつまりもし万が一にゃんこ先生なのさんが本当に不正な動画をアップされていたのであれば普通はまずにゃんこ先生なのさんの twitter などに直接ダイレクトメッセージを送 行ったりして街頭の動画がこういった理由で不正になってしまうので我々とすれば削除していただきたいともしおんびに話し合いで解決するのであればその方が我々としても本望だという旨を伝えて動画を削除するなどの対処をしていただくっていう流れになると思います詰まるところ真っ当な理由があるのであれば話し方の学校で教えてるようなスキルを駆使してしっかりと話し合いを行い youtube にいきなりツ 報することをせずにに事前に話し合っっててて水面下で物事を解決ししいいいくっていう形にすするのが筋だと思いますしかしながら事前の連絡や警告なしにいきなり不正通報ポチッとなっていう風にやってしまえば単純に相手だっていい気持ちはしませんよね。かついきなり YouTube に不正通報をしてニャンこ先生なのからメールや連絡を行ってもヒロキングさんがフルシカとしているっていう状況から察するに正当な 理由でで通通報報してていいいなななかかららこそ通報された側の人から連絡来ても適切な対応がきんにゃんこ先生なのさんだけではなく、ひろしさんの切り抜きチャンネルをやられている暗部のベジータさんだとか、青汁王子の切り抜きチャンネルさんだとか、峰島社長さんだとか、そういった方々も同様の被害に遭われているような状況ですので、握手に次ぐ握手を重ねていった結果、裁判沙汰にまで発展してしまっているっていうのが現状なんです。 だと思いますさて、ここからは自分の専門分野、amazon でのネット物販について話をさせていただくんですが、日本アマゾンでもアメリカアマゾンでも YouTube 同様通報システムというものは存在しています。例えば私、日本で商標登録取ったブランドを持っているんですが、そのブランド名を勝手に使われて商材を出されてしまったり、そのブランド名をしっかり使って出している商品ページに相乗りされてしまった場合、amazon 側にその旨を連絡して、 で自分の商標登録番号だとかそういった細かい情報資料っていうのも添付して不正に出品している人を排除するっていう権利は当然のごとく認められているわけです amazon は法律の専門家ではありませんから通報した人が商標登録しているだとか法律的なことを縦に申告してきた場合それに従わざるを得なくなってしまい嫌な言い方すれば私はよくわからないのであとは本人同士でやり してくださいね、とりあえず通報を受けたのでそののののででそ商品の出品は停止しちゃいいますすっていうのがススタンスですこのやり方を悪用して自分のライバル商品に対して不正通報を繰り返すっていう人たちが一定数昔からいます。しかもそういった事例について詳しく調べてみると通報する際に送られてくる文面が全く同じテンプレみたいなものを使用しているのでもしかしたらですが一部の悪質な塾が そういったテンプレを事前に用意して生徒さんに配ってライバル商品に対してこのテンプレ送りつけてライバル商品を排除しましょうとしている可能性すらあります。J プラットパッドという商標登録検索データベースの中で調べてみると商標登録を取る前の取っている最中の情報っていうのも記載されてしまうので調べてみてもあ、確かにブランド名載ってるっていう風にビビらせてしまう効果っていうのがあります。知的財産権の不正通 通報を Amazon 経由して言ってくるヤカラと直接連絡してくるヤカラがいるんですが、直接連絡してくるヤカラに関しては不正な連絡の可能性が比較的高いです。ただ Amazon を経由して正式な形で連絡してくる人たちに関しても不正な通報をしている可能性っていうのがありますので、もし判別に困るようなことがあればぜひご相談いただければなと思います。こちらに関してはもしよろしければ Twitter のダイレクトメッセージ からご連絡いただければ幸いですアマゾンの不正通報はライバル商品を安易に蹴散らしたいっていう思いが根っこにあるんですが今回の鴨頭さんの youtube での不正通報に関しては個人的な感想としては急走猫を噛むっていう状況なのかなと思いますただ今回の場合噛んでしまった猫が猫じゃなくて虎だったと今年はまさに虎年ですが噛んでしまった猫が峰島社長さんやひろしさんア部のベジータさんにゃんこ先生なのさんのような つわものたちだった。 ののでそこに関しててては噛む猫間違えてませんかっていうのが私の個人的な感想です私もネット物販、ネットビジネスという旗から見れば、周りから見れば、うさんくさいと思われがちな分野で生きている人間ではありますので、人の振り見て我が振り直せで、地に足つけて散歩よしの堅実な地味で地道な物販を心がけていこうと、改めて今回の鴨頭さんの一見を見ながら感じた次第です。最後までご清聴くださり、ありがとうございます。